はい、さあ始まりました山の話題を信州松本から配信する情報番組 MT チャンネル第38回目始まりました。出たよもう。今何分経過ですか？43分経過ですよ。ちょっとね、前のやつ入れられたら入れときます。編集して、そうですね、頑張ってやっときますんで、すいませんでした。この会話はないですけどね。そっか申し訳ございませんでした。中学年動画いっぱいあったから、動画いっぱいあったんでね。100名さんもありました。あ、そう、100名さんもね。次、あ、そう、豆ゾーン、あ、ちょうど今豆ゾーンさんがようやくチェックイン間に合ったかなと。間に合いました。これからです。ジャストです。大学教授、本当にね、すごいっすよ。日本じゃない、見ましょうかね。見ましょう。うん、トレイルランで MBあったあった。どうぞ。
林行ってカメラ持って走っていただいて、うん、その前もなんか山ちゃんでね交流したじゃないですか、うん、UTMV 撮ってきてくださいって言ったら、ね、分かりましたって。前はね、あの山スキーでクラシックルートね、うんうん、じゃあ完走しなきゃいけないですねって言ってプレッシャー与えちゃって。もう写真がやっぱいいですね。うんうんうん、うん、それであのなんだ祝勝会を家族とねやったのはちょっとね、うん、最高ですよ、うん、いいな、うん、家族連れていいですね、うんうん、完走したら勝ちですもんね。うん。こういうスマイルのレースは。そうそうそう、思い出も残しながら。雄大だね、でも、向こう。雄大。あるですね。はい。で、ところどころ知ってる名前が出るじゃないですか。グランドジョラスとか、モンブラン、うん、シャモニーとか。うん、いいね。いいね。本当。もしこれいつ出るの？いつ出ましょうか。出してくれれば。出してくれればいつでも。これですか。NN 山さんに頼む。NN 山さんにね、うん、そうですね。出ましょうか。出ましてくるもんないか。5年分働かされるよ。そうだった。倍返しどころですか？ 5 倍返しですか？ 5 倍返し取られてもらおうから。睡眠時間を捧げないと。医者になるのが遅れるじゃん。確かに。遅れたら逆に時間があっていけるかもしれない。そうだ。そうだ。じゃ行ってこいよ。はい。はい、次行きます。はい、次行きます。はい。宮原。トールさん。あ、もう。宮原トールさんね。はい、今日お仕事あるよ。滝ヶ原駐屯地の、この間ですね、すごい、8月なんですけど、ちょっと前なんですけど、勝ちました。まあ、写真見ながらね、マチパにちょっとコメント。読んでもらいます。はい。今日、情報は、独走キャラバンの岩瀬さんから、許可いただいて、お送りしますんで。はい。はい。そうですね、これコースですか？はい。8月18日午前7時、日本時間同日午後10時に、アメリカ・コロラド州で開催された、パイクスピートマラソンで、日本のトレイルランナー、宮原トールが、3時間43分で優勝しました。パイクスピークマラソンは、コロラド州のパイクスピークで行われ、標高1920メートルから山頂4199メートルを往復する42キロで開催されました。ちょうどこの赤いコースを行って帰ってくるということですね。帰ってくるの？はい、往復だそうです。富士登山競争は行きっぱなしですけど、帰ってくると。大体ね、距離も同じぐらいですね。富士登山競争のコースレコード、2時間27分41秒を持つ宮原トールは、トップのジェイソン・ダーレイ、に82秒遅れて山頂の折り返し地点に到着。その後ジェイソンをかわしてトップに立ち、下りで立つが下りでアレックス・ニコラスに猛烈な追い上げを受け、フィニッシュ前の800メートル地点では一旦トップを奪われる。しかしそこから猛烈な競り合いとなり、最後にアレックスを23秒差で振り切って3時間43分23秒でフィニッシュ。ちなみにコースレコードは、1993年にレジェンド、マット・カーペンターの出した3時間16分39秒。30分あるわけですね。すごいですね。これ優勝したところ？これはそうですね。右側は多分監督さんだと思うんですけどね。はい。はい。パイクスピークマラソンは、アメリカのランニング界で最もよく知られた山岳マラソン。本当に富士登山競争みたいな感じですね。この写真はちょうど最後の、ゴール前ですね。接戦、猛ダッシュって言ってましたね。すごいな。欧州、アメリカでのスカイランニングが注目される中でも、その伝統と有力選手による競争の厳しさに知られており、日本で言えば富士登山競争、アメリカのフルマラソンで言えばボストンマラソンに匹敵すると言っていいだろう。昨年はキリアンが優勝し、今年は ISF、世界スカイランニング連盟のスカイランニングワールドシリーズのシリーズ戦の一戦となっています。このレースの優勝は宮原さんにとって大きな意味のあることに違いない。日本では100キロくらいまでの距離の山岳レース、トレイルランニングレースでは最強のランナーとしての不動の地位を確立している宮原さん。世界、この権威あるパイクスピークマラソンでの優勝は、すいません。世界のレースでもこれまで、キナバルクライマソン、山岳ランでの3位など成果を上げているが、この権威あるパイクスピークマラソンでの優勝は、世界の山岳ランニングにおけるトップレベルの実力の持ち主であることを、はっきり印象をつける素晴らしい成果。あえて言うなら、UTMB やウエスタンステージでのカブラゲ・ツーチさんの活躍に匹敵する出来事だと言える。
おお。すごいですね。要するにアメリカで最も有名な山岳レースに日本人が優勝したってことですね。そうですね。すごいじゃないですか。すごい。すごいことですよ。素晴らしい。で、そのスカイランニングワールドシリーズで、はい、日本人が優勝したことは初めてですね。ないですね。うん。おお。ということですよ。やっぱなんかこの前松本大さん来た時も言ってたけど、まだまだ世界では100マイルよりもこういう30キロ40キロのレースの方がやっぱ主流で人気がある。あれですね、あの日本だとマラソンが人気ありますけど、ヨーロッパ行くと800メートルとか1500メートルぐらいが人気があるのと一緒で、やっぱ短い距離の方がやっぱ向こうの人は好きなのかもしれないですね。やっぱそういう選手層の厚い中で、うん、勝てるっていうのはやっぱ強いですよね。スタートなんかもうこうやって押し合いだって言ってましたもんね。あ、うん、あ、一度大ちゃん言ってましたね。すごいですね。すごいね、山ちゃんでこんなことをするの。ね、うん、動きてね。そして、宮原さんより、うん、はい、コメントを。宮原さんの写真ですか。いただいております。はい。あ、この写真。コメントか。はい。ワールドシリーズで一勝するのはずっと目標にしていたことなので、素直に嬉しく思います。測定を痛めている中で走ったレースだったので、ラスト10キロは痛みとの戦いでもありました。これはあれですかね、今後の山を始める人へのアドバイスですかね。まずは山を好きになること。小さな目標をクリアしていき、いずれ大きな目標に挑みましょう。今後のレースは未定ですが、まずは測定の治療を先決させたいと思います。ぜひ MT チャンネルを通して視聴者の皆さんに知ってもらいたいことがあります。スカイランニングという競技は日本ではまだまだ知名度が低いスポーツですが、本場ヨーロッパでは大変人気のある競技です。皆さんにスカイランニングの魅力をぜひとも感じていただきたいと思います。今 JST ジャパンスカイランニングチームというプロスカイランナーの松本大選手が率いる団体があります。主にスカイランニングの普及活動、トレーニング合宿等を行います。また世界で戦えるスカイランナーを輩出することを目標としております。興味のある方は気軽にご登録していただければと思います。ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。宮原さん呼ぶか。呼びたいですね。うん、ね、うん、前もね一度出ていただきましたね、動画でね、まあ、自衛隊の方なんでね、なかなかそこら辺難しいんですけど、今回あの広報の佐野さんとちょっとだいぶ、うん、お話しさせていただきまして、今後もね、許可、うまく許可取れば、いろいろ動画できますよ、実用動画とか。おい、自衛隊で知ってる人知ってる。え、知ってる人いる。はい、やりましょう。クリちゃん。クリちゃん。ドアも目がなんか、今なんか考えてる目してたな。クリちゃんに、クリちゃんにね。クリアさんこの後いっぱい出るからね。はい。じゃあちょっとパイクスピークまででちょっとソーシャルでいきましょうかね。はい。豆ゾウムシさんがどうもありがとうございました。あ、そんでもないです。こちらこそありがとうございました。本当に。タートルさん、お子さんとゴールとは羨ましいですね。いいですよね。家族旅行も兼ねてね。うん、うん。いいね。それ、口実としていいですね。うん。親に、ちょっと旅行行こうよ。私ちょっと走ってくるから。で、親にお金出させるんでしょ。そうです。ちょっと親が退職した頃を狙っていこうかな。難しいじゃん。ケンケンさん、はい、パイクスピークって車のヒルクライムでも有名なところなんですよね。まさか走るとは思いませんでした。芸能人誰か出てましたね。パイクスピークで車の。アイカーショー。すごいな。パイクスピークって初めて聞いた。ね。うん、もう一つ大会。モンゴルゴビデザートマラソン。おお、はい、すごくない？たくさん呼びやー、うん、今日ワールドワイドですね、山さん。ワールドワイド。山なのかなって一瞬思うんですけど、うん、まあ、他みたいな山とかね。でもそれでも1100メートルから1500メートルくらいの。デザートで砂漠ですよね。そうそうそう。サハラマラソンみたいな感じ？そうですね。そうだろうね。バフネさん、大切でね、出会いまして、うん、ね、レポートを書いていただきました。はい。じゃあ、福島県在住のトレイルランナーさんで、うん、マフネ高道さんという方から寄せられた、うん、本当に貴重な映像だと思います、うん。ね、なかなか聞いたこともないっていうかね、行く機会もないというか、だと思うし。ゴビ砂漠って聞いてもね。モンゴル。モンゴル。モンゴルって言ったら朝青龍。いや、今だったら白鵬。白鵬。チンギスハン。あ、チョップ。あと、モンゴリアン。俺なんで今、
チョップされた？いや、今もう、モンゴリアン、今、モンゴリアンチョップで会ってる前に入った。福島在住の方なんで、はいはい、震災を体験して、原発問題とかもあるし、不安を抱えての子育てなど、そういうものを全部こう、いろいろなものを思いを、しょった中でこう、出られたレースだったようです。はい、どうぞご覧ください。モンゴルゴビデザートマラソン参戦報告。トレイルランナー真船隆道、チームサロモン、福島学院大学職員です。この大会は2013年9月16日から21日の6日間にわたりモンゴル国で開催されたステージレースです。ユーラシア大陸の北東部、中国内モンゴル自治区からモンゴル国にかけて広がる世界三大砂漠の一つであるゴビ砂漠を6日間、総走行距離250キロで走破するステージレースです。日中の気温は24から26度。夜間は氷点下。ビバークについても、ゴビ砂漠上のテント泊、ゲル泊となり、非常に過酷な状況下でのステージレースだったようです。そのレースで、おかげさまで全く、全部のステージで1位を獲得して、総合優勝をされたということです。ね、そうね。ステージレースというのは、生活込みのレース。うん。ん？生活込み。テント張ったりね。だいたい1日20キロから50キロのっていう距離を6日間で分けられてるんですね。だからその中の6日間のうち、3日間は各自テント張って。うん、うん。だから強風の中でのテント設営なんかも自分でまあやらなくちゃいけなかったりとかして。で、4日目の夜には、39度の発熱をしたようで、で、翌日は微熱まで下がったんだけども、約57キロのステージを、もう本当に我慢我慢の走行だったようですね。でも全ステージで1位を獲得してるっていうか、その状況下でも。すごいなぁ。39度で。年上ありの。ええ、ほんとだよね、うん。俺だったら絶対ここ落ちてるの。泳いでる。流れてる。流れました。広大ですね。はい、広いね。やっぱりこの真船さんは、やっぱりこの今回のレースには挑戦、うん。走ることというのは前に進むことだということ、うん。やっぱり震災の影響とかそういうものを考えて、いろんな思いを持って挑戦し続けた。ということですね。だということのようです。で、非常に詳細なレポートをいただいているんですが、これに関しては、友人のブログの方に、うん、そうですね。今後アップして、はい。ぜひ皆さん読んでいただけるような形を取りたいなというふうに思っています。はい、そうですね。あと、プロフィールの方ね、書いていただいたんですけど、アーカイブから最後に載せてますんで、よろしかったら、読んでください。はい。読んでください。ああ、すごいですよね。広い。うん。僕だったら3日ぐらいでもう、もういいか。うん、俺2日半で、もう2日。2日では1日だよ。でもなんかあれですよね、うん、なんか、去年、ワッキーが、タレントのワッキーが、うん、サハラ砂漠マラソンで、うん、あれもね、250キロぐらいのレースだったり、うんうん、案外日本人、結構出てる方行きやすいレースに、そうね。しないですね。なんか日本人が1位になると山ちゃんで放送するっていう。確かに。これすごくない？すごい、ね。あ、そうか。たまたまっていうか僕はお二人ね、うん、存じてたんで、うん、依頼したんですけど、うん、1位ですもんね。マフレさんね。すごいよね。貴重な映像ありがとうございました。うん、でもあれですね、そういうのをなんか。ねえ、私たち普通の人たちが見れるね、うん、こういうメディアがあるっていうのは、うん、いいですよね、うん、自分たちでしょいいですよね、うん、見れないですもんね、うん、
だってあんな砂漠なんかしたら靴の中砂いっぱい入ってくるよ。そこかよ。ゲータです、ゲータ。すごいね。ね、はい、どんな感じなんだろう。砂漠ってやっぱりあの足場とかこんな感じですか。どうなんだろうね。なんか、ね、でもさっき、うん、登ってるとこあったよね。あれは持ってかれちゃう、ね。相当きついですよ。で富士山の砂走りとか走るのめっちゃきついじゃないですか。あれが1週間続いたらもう嫌になりますよね。うんうん、砂いっぱい入ってくるしね。ね砂またそこかよ。本当に砂ってね、あの、うん、ね、うん、足場がね、うん、緩いと、本当に疲れるんですよね。うん、そこ、まあ、ね、すごいですね。おめでとうございました。うん、でまたこういうの見てね、また行こうと。うん、ね、パイクスピークも、ゴビも、うん。挑戦です。ね、挑戦、うんうん。いいですね、海外。うんいろんなレースね、はい、紹介してください。うん。あと、はい、海外のレース、はい。スイス行ってきたやつ。いつでしたっけ ?8 月はい。なんかね。あ、ちょっとね、今更ちょっと作ったのがあるんですけど。ダマちゃん。大丈夫ですか？いや、ラマちゃん、ラマちゃん。どんなの映ってました？それはそのまま映ってるんですか、これ？うん、そう。ちょっとカクカクしてたかもしれない。ちょっと。あ、そうか、そうか。うん。重い。じゃあ今日の後の動画も、ね。かもしれないけど。そう。そう。なんか、内緒話？うん、違う。新しいソフトでね。ソフトでね。作ったよ。今日やったからこんな感じなんですけど、今日。うん。疲れてる。髪の毛は短くなっちゃった。うん。抜けた戻ってつけてて戻ってキューあだから赤い帽子かぶってるんだあそっか、うん、全然できなくなくてすみませんねはい、南アルプス南アルプスね、うん、これ前 N だと言ってきたやつねはい仲良くちゃんと作れてないと思うんですけどまあ雰囲気は伝わるかなどうぞ見てくださいどうぞカッパを戦場が先 3000m 行っちゃう来ました。景色はどうですか。面白くなっちゃってさっきまで小屋までよかったんだけどね。ゆうさんどうですか。走ってますね。結構大変ですね。この 2000m アップリブだけ 800m アップきつかったですね。辛いです。榎田さんでも早かったですね。オレンジジュースの味がしちゃう。三分丈山頂です。今、結構登ってきましたね。今何が一番食べたいですか。ショートケーキホール食い。はい。飲みたいのは何ですか。ビール。ビールですか。調子いいじゃないですか。ビールにケーキ。それ調子いいわ。内臓調子いいわそれね。はい。僕ですか。一番食べたいものカツ丼ですかね。カツ丼で飲みたいものフルーツジュースね。絶対ビールっていいですか。いやいやフルーツジュース飲みたいですね。本当、はい、さあ行くぞ。いつも榎田さん、はい、いつも飲み物で持ち歩いてるものって何ですか。オレンジジュース。オレンジジュースどういうところがいいですか。
疲労回復？疲労回復ですか。はい、お疲れ様でした。長い感じ伝わってきました。なんかね、みんな疲れてる。最初の壊れ方がちょっと姉さん早いわ、ね、うん、早いわ。200キロでさすがね、うん、いいになるぐらいですよ、うん、ビールとショートケーキがした人。もう一人はカツ丼とフルーツジュース。フルーツジュースって選択する。よくフルーツジュース飲みたくなりません？疲れると。それはあれですね、たすき掛けするとちょうどぴったりです。ああ、そうだね。ああ、そうか、これですか。はい、浅間。えい、はい、浅間ね、浅間のあれですか、温泉。ああ、浅間温泉、あそこの近い。そうだ、これ昨日走ってきたやつ、さっき作ったんで、どうぞ。早い早い、うん、でもトップランナー、女子トップランナー、女子トップランナーですよね、江戸さん。江戸さん、今度浅間スカイマラソン、あの大ちゃんのやるところ、松本大さんのね、風間で、うん、招待選手としてね走りますよ。私なんかも出ますけどね。江戸さんも出るの？出ますよ、はい。ワンツーフィニッシュ。いや、そんなそんな、ワンツーワンツーワンツーじゃない、どんな。結構いろんな人出ますけど、はい。で、その後 JST の、ね、合宿があったりね。私は出ないんですけど、うん、盛り上がると思いますよ。うん、JST って何ですか、はい、ジャパンスカイランニングチーム、さっき紹介しましたね。さっき入れたやつですね、うん。あれですよ、日本標準値じゃないですよ。JST？ うん。ね、あの、赤瀬の。赤瀬の。赤瀬の。ジャパンってつくとすごいね。うん。私もどうしよう、入ってる、ね。でもそういうとこ目指してますからね。どうしよう。ジャパン、ヤマちゃんクラブって作るの、わかんないけど。JYT。JYT。浅間山、初めて行ったんですけど、いいっすね、あの外輪山。うん。ね、うん、なんかやっぱその走るにはすごくなんかワイルドで、あと岩も、うん、そうなの。俺黒くしか通ってないから分かんない。あ、そうですか。黒くんとこちょうどさっき撮ってましたね。あ、なかなか荒々しい。あそこが綺麗に見えるんだよね。そうですね。いいのいいよ。いいです。王国。はい、王国。お、誰かな？国王かな？渡るちゃんのね。渡るちゃん出るの？が撮ってきてくれたんですね。まあ、じゃあ。あれ、山ちゃんご覧の皆様、こんばんは。チームウエスト80オーバーのちょめちょめです。マロン、あ、山ちゃん。ふざけすぎる。チームウエスト80オーバーっていうのがあるんですね。あるらしいんですよ。1人しかいないらしい。あ、ハッシーも入れるかもしれない。そうか。本当はウエスタン100マイルステーツみたいなことにかけて
ったんだけどね、はいはいはい、なかなかかっこいいじゃないですか。かっこいいか、ね、うん、早口で聞いたら分からないから。お子さんが言ったらかなり両方同じに聞こえるかもしれない。まあ、王国のあの方です、うん、王国のあの方、うん、え、白田いつかいつの駅でしたね。ハセツネの人が、ね、写真が2枚ほど届いてますんで、はい、さっきの渡るさん、うん、はい、白田さん、渡るさんはね、三座童貞、いろんな角度からどんな山でも大体わかるらしいですよ。へぇ、山が好きでね、山屋。そうなんですよね。そうなんですよ、うん。今トレイルランナーですけど、うん、山もね、もちろん、もともと山屋。で、あの、チームターザン。はい。あーあーってやつですね。うんうん。の看護師の、大瀬さんと、二人で、ハセツネのコースの試走をしてきて、うん、まあ、二人で山ちゃん。大岳山頂で、大岳で来たということで、あの山かな、うん、で、2人ともサロモン T シャツに山ちゃんポーズが決まってるということで、うん、で、実はね、白田さんにね、山 T 送ったんですよ、うん、まあ、何回も公然の場で着させていただきまして、でも証拠がないじゃないですか。うん、ない。ない。はい、ね、うん、まあ、ハセツネでレース中着てくれとは言いませんよ、うん、言ってんじゃないか。言ってる言ってる。違う違う違う。レース中はやっぱり、あの、本気の人なんで、うん。あ、今回ね、レースはね、選手としてじゃないんですよね。あ、そうなんですか。うん。はい。王国、トレーナー王国さんの、うん、カメラかな。カメラの。うん。今回はね、カメラつけないで定点で撮るとかないから。へぇー。じゃあ、山 T でもいい。山 T でもいい。T でもいい。うん。そうすると山ちゃんのカメラかと思って、みんななんか。山ちゃん間違いですね。DVD できてからみんな山ちゃんしてる。トレラン王国なのにみたいな。それからマチコがなんかもらったやつ写真。あ、そうです。山ちゃんの Facebook ページに写真を送ってくださった方がいまして、うん、王さんですね。穂高山。レース、はい、群馬のね、群馬のレースが、うん、ちょうどもう先日、ついこの間ですね、うん、あって、でそれに出場されたそうなんですけど、それ松本大さんが、優勝されたということで、うんうん、山田杯ってやつ。あ、そうですね、山田登る杯でしたっけ。うん、山に登る。違 う, う、ね、名前だっけ。いつも大変楽しく拝見させていただいております。山 T を着て上州穂高山スカイビュートレイルに出てきました。甘く考えていましたが、前穂高に行くまでの登りはきつかったです。穂高山は百名山なので、山頂で写真を撮ると決めて撮る気満々でしたが、制限時間を気にして撮るのを忘れてしまいました。残念。またトライします。優勝した松本大さんと一緒に山ちゃんポーズで撮っていただきました。松本さんは早いですね、ということで。あ、早いね。これ50キロ、50キロのレースだけど、うん、5時間ぐらいでゴールしたから、早っ。早いですね。確か。5時間ジャストだったかな。キロ6で。5時間切れなくて残念だったって言った。ね、確かそんな感じでしたね。5時間、ちょうどなんか5時間0分00秒とかね、確か記録が。すごいですね。そうですね。キロ、ね、キロ6で、ジョグペースで山の中をずっと。このレース、松本大ちゃんがね、前来た時、一番原点のレースって、ね、うん、言ってましたね。もともとね、カブラギさんが。うん。群馬ですからね。そう、そうですね。ですから。皆さん、ここで。ありがとうございました。第1部が終了です。今何時?10時18分。でも、俺作ったやつに比べて、11分ぐらいしか遅れてないんだよ。うん。いや、ほんと。まあまあ。うん、まあ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 。じゃあ、2部行きましょう。2部行きましょうかね。はい。倍返しスペシャル。倍返しの第2部です。はい、第2部は。いただけ。2日前、3日前に行われた、はい、ノムギトレイル、はい、10マイルレースっていう、クリちゃんの、そうです、クリちゃんね、プロデュース、クリハラ高宏レースで、僕とね、2人でユウさんと行って、ユウさんは、まあ、体験で走って、はい、まあ、僕は走らずに盛り上げ役で、大会の手伝いさせていただきました。ね、渡るさん、はい、すいません、次は山 T 来て写真送ります。いや、別にそんな、いいです、そんないいですって。ぜひぜひ、今後ね、大活躍しますからね、うん、彼はね、うん、はい、
面白いですよ、ね、見ますかね、はい、ナムギちゃん、ナムギ、どうぞ、どうぞ。二人は付き合って何年目なんですか？今年で3年ぐらい。そうですね、そうね、そうだね。そんな感じ。初めてのデートはどこ行ったんですか？お台場？マイケル親子です。こんにちは。マイケルですか？はい、名前は。はなちゃんです。今日は走るの？頑張ってね。転ばないように。なんか今回の大会はクリアさん出ないから前橋トレランとかいっぱい出てるって聞いたんですけど、はい、そうですよ、今日はあの仲間の人たちが今日は4チーム前橋トレランで、はい、参戦しております。でちょっと今みんな揃ってないんですけど、抱負を代表して九州から帰ってきたばっかりの阿部選手にとって、はい、阿部ちゃん今日の目標は、阿部ちゃんウェイトリフティングとかやってます？やってますね。胸板はなんで熱いんですか？水泳のおかげだと思います。はい、はい、はい、今日の抱負は優勝、団体で優勝することです。はい、はい、優勝できなかったら、優勝できなかったら土下座ですか？はい、土下座で、土下座します。倍返しですね。はい、はい、トレランボさんです。いつもお世話になってます。お世話になってます。あ、見つけちゃった。今日は軽量化じゃないですか。はい、よろしくお願いします。頑張ります。選手一同は険しい道に挑戦し、最後まで元気に走り切ることを誓います。平成25年9月28日、約3時間かけてコースをぐるっと一周回ってきました。で、まあ見させてもらって。ピカチュウ遅い。はい、いってらっしゃい。暇ですね。いや、そんなことないですよ。こう下から皆さんの走りを見てちょっと感動しているところです、はい、あ、そうですね、はい、一等賞です。今のところかっ飛ばします。アトムさん頑張ってください。はい、3位です。イエーイ。欲しい位置ました。取っていいですか？イエーイ。女子1位です。早い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 。ゆうちゃん遅い遅い遅い。イエーイ。ちゃんスイーパーのコバちゃんです。ちゃんと働いてます。はい、お疲れ様です。ちゃんと仕事もして大変ですね。はい、重そうで本当は走りたいんじゃないですか？本当はそうですね。大勢の客お客さんに来てもらって、そうですね、嬉しいです。カメラですか？イベントどうですか？カメラですか？かなり参加者も増えてすごい嬉しいです。どうですか、どうですか、なんか、いや、こんなに参加者がいるとは思ってませんでした。じゃあ、ノムギの魅力を、ノムギの魅力、長野の魅力をお願いします。そばが美味しい。レモンかよ。食べるんですよね。涼しい、はい、あとはなんだかんだ言って人がみんなアットホームかなと感じですかね。じゃあ最後、ね、まとめてください。とりあえず長尾はいいとこなので皆さんお越しください。はい、待ってます。待ってます。今のとこトラブルもなく良かったですね。いいお日和で、はい、やっぱ天気がいいっていうのは成功の、そうですね、6割ぐらい占めてますか？いや、8割でしょ。8割ですか？あとは何でもいいんです。はい。なんかお揃いの T シャツ着ている人がいるんで、アローズ？ちょっと聞いてみたいと思います。これはどんな団体なんですか？
私どもはですね、スノーボードの、何でしょう。はい、トップが来ました。トレーニングチームでございます。へえ、有名なんですか。有名で、ではないです。で、今日は、優勝の佐々木選手ですね。みんなで8キロ。8キロ。8キロ。女子1位来ました。はいはいはい。どうぞ。ここまでどうですか。おようじも来た。来た来た来た。女子2位。ゆうさん、女の子に負けてる。ゆうさん、女の子に負けてる。山ちゃん。ゆうさん、女の子行っちゃったよ。追いかけて追いかけて。えらい早いじゃん。あの子に負けちゃダメだよ。頑張ります。逆逆逆逆。はい、ゆうさん、はい、出ていただいて、あの時点ではね、ね、女の子2人に、ま、負けてたんですよね。そうですね。うん、女の子早いっすよ。で、下りで、下り、すごくね、はい、片斜面っていうんですかね、スキー場の、急な斜面と後ろの獣道ね、うん、そういうとこ僕結構大好きなんで、うん、飛ばすじゃないですか。うん、だけど、その分、後で全部やられましたね。うん、そう、持ってかれました。3位になった女子が、うん、まあ、インタビューするんですけど、うん、ゆうさん、下りはかっこよかった。わ下りはわわ本当言ってますね。あの、バーチカルで、バーチカルで優勝した、彼女ですよね。はい。はい、やっぱね、うん、苦手な人多いですよね。うん、で、はい、果たして、ゆうさんは女の子に勝てたか、うん、どうか、ゴール後の写真をどうぞ。どんな話かな。え、まあ、あった。はい、お疲れ様でした。そしておめでとうございます。2連覇です。2連覇ですね。はい、ぜひご覧なんですけど、2連覇達成というところですね。佐々木選手にちょっと一言聞いてみたいと思います。お疲れ様でした。どうですかね、去年とコースが変わったっていうところで何か感じたことがあれば。最初ゲレンデやっぱ登って下った後に前のコースっていうところがすごいきつかったですね。タイム的には、まあ、予想通りのタイムかなと思ったんですけど、個人的にはどうだったんですか。とりあえず今日完走目標だったので優勝できてよかったと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか。疲れました。はい、どこが一番疲れましたか。やっぱ最初ですね。最初でほとんど体力を使ってしまって、あとはなんとか残りの体力で走り切りました。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんです。はい、お疲れ様でした。ゼッケン番号150。率直な感想は。あー、ちょっとこうクレイジーですね。お父さんどうだった。すごかった。どう、お父さん。かっこよかった。走りたい。嫌だな。ありがとうございます。女子1位です。はい、お疲れ様でした。優勝おめでとうございます。2連覇ですね。おめでとうございます。ちょっと疲れてるところでまた優勝者インタビューということで2連覇ですね。はい、2連覇おめでとうございます。ありがとうございます。去年も参加していただいているということでコース変わってるんですけど、コースどうでしたね。もう初めで息上がって、でもそれでも下りでそのスピード感がすっごい楽しかったです。もう28なんですね。どうでしたか、この大会。喋れない。それそうですよね。きつい。お疲れ様でした。きつかった。2回目なんですよ。そしてム早い前はストレラム初田さん、お疲れ様でした。どうすか。あ、疲れた。一言、はい、そうか、お父さんやったよ。ゴールした。お父さん、子供何歳なんですか。2歳半です。はい、ごめんなさい。2番号1番ですね。
はい、はい、大会はあーすごく楽しかったです。どこが楽しいですか。はい、続いてできます。96番ですね、道の道を行く、竹田和弘選手お疲れ様でした。トレランは何回目ですか。5回目ぐらいです。はい、じゃあ次は1位ですね。はい、頑張ります。優勝しましたけど、はい、今回3位で、はい、あのオバパワーを発揮することができず、ちょっと若いの2人に負けちゃいましたけど、やっぱり足りなかったです。はい、面白いこと。明日も頑張ります。明日何があるんですか。明日上州穂高スカイビューなんですけど、はい、ちょっともうとりあえず燃え尽きました。はい、139番の選手ですね。2人並んで、並んで、仲良く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 インタビュー。今日どうでした、天気良くて。はい、ありがとうございます。楽しかったです。楽しかった。なんか、女の子に結局負けちゃったじゃないですか。お前は、相手に褒めるんだよ。水飲ませねえよ。結構追い上げたんですよ。あ、からね、あ、はい、一回抜きました、あの子は。抜きましたね。あ、はい、全部女子2人抜いたんですけど、はい、ぶち切られました、裏で。余裕でね、はい、じゃあ今夜は反省会ということで。そうですね。まあ、よかったですね。はい、ありがとう。たまたまここでまたね、一瞬待ってね。はい、やっぱ山ちゃん T シャツ着ると、普段より実力が出ますよね。そうですね、最高です。じゃあ、2人ともお疲れ様でした。おはようございます、トランプさん。どうでした、この大会を振り返って。今日すごい苦しかったです。もう寝町ばっかりで、めちゃくちゃきつかったです。チームメイトが。お子さんは、お子さんは応援してくれて、はい、続いて、嬉しいです。力になりましたね。はい、6番の選手、ありがとうございました。山田選手、どうでしたか。あ、初めきつかった。楽しかったですか。はい、楽しかったです。びちょびちょになりました。靴が。あ、ぬかるんでたんですか。はい、めちゃめちゃ。日本は長いんですか。あの最近は2ヶ月ぐらい、でも前はあの 4年ぐらい住んでました。どこの国の人ですか。イギリス。イギリス。はい、お疲れ様でした。森田。はい、島田俊夫選手、前はシトレランブ、お疲れ様でした。前トレ、お疲れでした。ありがとうございました。チーム戦、チームの中ではないですか。良いでした。ちょっとがっかりだけどね。なんかゆうさん、この女の子と張り合ってるみたいじゃないですか。若さんにここで、女の子に負けてるよって言われて。はい、頑張ってください。で、下りちょっと待ち越しです。で、下りでいい感じで行ったんですけど、はい、上りでも一気にぶち抜かれました、はい、このおじさんは存在感、このおじさんは存在感ありました。はい、はい、はい、ここにいらっしゃいます。抜きと抜かれてて、そんなことないです。下りだけ僕が早かったんですけど、上りはもう全然ついてきて、はい、27番。じゃあ次回の大会は倍返しですね。倍返しですね。前田選手、お疲れ様でした。じゃあ来年もかかってこいやって言ってください。はい、来年もかかってこいや。来年も僕42歳です。あ、何歳なんですか。あ、今21です。若っ。倍返しだ。倍返しだ。やっぱ倍返しか。ピチピチの広島大学の女子大生。うちのチームにマチコっているんですけど、マチコに一言お願いします。マチコ、かかってこいや。マチコ言われたけど、マチコって誰ですかみたいな感じですね。これがマチコです。見てる、広島大学。すごい、2人とも広島。2人も広島大学の陸上部。へえ。それに1位の女の子はハーフマラソン82分です。おー、早い。122分。まあ、1時間22分。うん。フルはまだ走ったことないって言ったけど。じゃあ、ハーフ走ったことないですね。多分、初めてでサブスリーやっちゃうんじゃない。うん。でもね、マチコは売られた喧嘩は買う方だもんね。いや、でもバーチカル嫌いなんですよ、そこ。マジ上りほんと嫌い。いや、下りはだってスピード感が上するっていう、うん、下りはね、うん、もうだって私一昨日のレースだってもう上りで女子10番ぐらいで、うん、下りめっちゃ頑張って、おっさんたちとかも右通りまーすがーみたいな。
あとから上ちゃんたちに下りは早かったねって褒めたの。皆さん走ってみてどうでした？いやーきつかったですよ。やっぱどんなレースもきついですよ。最初いきなりね200メートルぐらいの登らされてね、すぐ降りてきてまたガーッと400メートル登るんですよね。スキー場はやっぱ急じゃないですか。ね、まあでもね短いんでね、苦しいのも短い時間だけ。だから初心者の方なんか多分いいと思いますよ。はい。皆さん何位だったんですか？僕は16位だったんですけど、すごいじゃん。すごいすごい。で、200人以上ちょいぐらい出てね、16キロは。まあ楽しませていただきました。はい。小葉さん、レースへのご参加ありがとうございました。また来年を待ってます。はい、待ってまーす。ありがとうございました。ねえ、待って。小葉さん、いつも本当にお疲れ様です。ですよね。マスクをね、負けないようにね。おばさんに？うん。あの、二人に。あとね、いろんな人にインタビュー撮って、楽しかったっていうレポートしてますので、ご覧いただきます。天気もよく。そうですね。トレランは何回目ですか？トレラン初めてです。はい、お疲れ様です。ハマりそう？ハマりそうですね。はい。じゃあ、これからもよ、頑張ってください。ありがとうございます。ね、姉さんも友達ですか？一緒に参加しました。一緒に参加して。あ、長野マラソン。僕も走りました。よくいます。よくいますよ。夫婦でゴールしました。お疲れ様でした。一緒に走ったんですか？ずっと一緒でした。生活でも仲いいってことですね。最近ね、始まったばっかり。ああ、そうなんだ。最近結婚して。で、二人でよくレース出るんですか？初めてですね。はあ。で、二人の愛は深まりましたか？ああ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。清水選手、それから、市川選手。はい、前橋トレランド、お疲れ様でした。続いて78番。一緒に走ったんですか？あ、そう、途中から170、はい、愛は深まりましたか？山口選手どうでした？この大会走ってみて。初めて16キロ走ったんですけど、この四頭筋のネズミが途中で暴れ出しました。なんとかカヨネはセクシーなナンスカでドロドロになりました。はい、ナンスカでちょっとセクシーな感じですけど取れてなかった、ごめんね。どうだった？面白かった？お父さんと一緒に今度走りたいね。またトレランやりたい？今日お疲れ様でした。お父さんどうですか、娘の走りは？すごい速かった、思ったより全然速かった。頑張ってば。はい、この大会は楽しかったです。景色も良くて天気も良かったです。はい、じゃあ51番上平選手、2人の愛はお疲れ様でした。深まりましたか？ずっと一緒だったんですか？はい、そうです。仲いいですね。初めてだったけど楽しかったです。あ、トレラン初めてなんですか？ハマりそうですか？結構山の中は楽しくって、はいはい、気持ちよかったです。はい、最後の登りは、はい、ごちそうさまって感じですよね。お疲れ様でした。率直な感想お願いします。疲れました。これらは初めてですか？に近いです、はい、このコースどう思いますか？最後そこで間違えました、はい、痛いの分かって走ったんですけど、はい、水門の研究のためにね、頑張りましたね。お疲れ様でした。初めてのトレーラーはどうでしたか？めっちゃ楽しかったです。めっちゃ偉かったけど楽しかったです。また出たいですか？またちょっと考えさせてください。メガス選手です。初めてのトレーラーどうでしたか？ゼッケン37番、おきもり選手です。お疲れ様でした。これはハマりそうですか？いや、ゼッケン12番、石黒選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。来年もまた出たいです。絶対ですね。絶対です。最高。なんか熊と間違えられたっていうのは。途中でチリンチリン、チリンチリン、なんでさ、避けないのって言われた。もう本当に、はい、このコースの、コース考えた人間が、もう本当恨みたいです。あれコース考えた人みたいな。どうでしたか？このレース。良かったですね。ずっと二人で走ったんですか？そうですね。最後登りがちょっと、はい、もう走れないですね。もう生活でも一緒でレースでも一緒で愛は深まったんですね。まあそうですね。
お疲れ様でした。87番ですね、石村選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか。この汚い風。いや、綺麗ですよ。はい、また走りたいですか。二人はどういう関係なんですか。医療関係。勉強会で知り合った。山の話で盛り上がり、はい、マラソン大会を乗鞍とここ。へえ。6月にやって。あ、私もいました。あ、そうですか。この大会一言でどうぞ。はい、どうぞ。あ、面白かったです。あの初めてトレーラーに参加しました。面白かったです。あの細い山道が本当に楽しませていただきました。お親子ですか。あ、親子です。あ、すみません。ずっと一緒に走ったんですか。そうですね。どうだった？どうだったって お父さんにこの大会出ろって言われてどう思った？楽しかった。じゃあ今は良かった出て。お父さんどうでした息子の走りは？いや、あの美ヶ原以来なんですけど、前回よりも20分くらい早くて。どうでした？栗原さんのどんなところが好きですか？かっこいいです。そうですか？かっこいいです。ね、動画ですんで、はい、喋ったり、喋ったり動いたりしてください。そうなんだ。はい、優勝しましたなって、ね。優勝？優勝はい。この人は10分なんか。僕は痛恨のミスコースしました。でもミスコースするなんて信じれない。ミスコースするなんて多分コースディレクターが悪いんですよ。ああ、そういうことですか。誰ですか？参りました。でも絶対ミスコースしないと思う。みんなだってちゃんと。そうだね。いや結構ね調子良かったんですよ。走った。楽しかった。ありがとうございます。ずっと二人で走ったんですか。はい。もうすいません。お昼ご飯とか食べたりしました。そんなことしてる人あんまいないと思うんですけどね。いないんじゃないですかね。姉さんは普段どんな仕事してるんですか。喋る仕事です。ラジオとかテレビとか。今あんまりやってないんですけどね。イベントとかね。はい。の仕事です。じゃあこの顔を見たら何ちゃんと声かければいいですか。何ちゃん、もう何ちゃんって年じゃないから。まあ一応マキちゃん。マキちゃん。はい。何食べてるんですか。薄焼きです。地元長尾名産の。どうですか。美味しいですか。美味しいですね。ちょっと今口がもうパサッとしちゃって。ちょっと言えないです。はい、グルメレポーターとしてのプロの技をお願いします。え？おいしい。どうだった？何年生ですか？1年生。1年生で8キロ回したの？どうだった？疲れた？疲れた。面白かった？また走りたいかな。おお。ありがとうございました。もう関門よりもね、全然30分前ぐらいにはゴールしてましたので、うん、もう本当にいい大会で、軒並みトレーラーは初めてでしたっていう人が多くて、もうゴールをね、水も飲まず僕は突撃インタビューしたという、だって、ね、最初の女子大生なんかめっちゃむせてたのに水も飲ませずでもみんなね本当答えてくれて嬉しいね。うん、嬉しかったな。ね。うん。頑張った。頑張った。じゃあちょっと言いましょうか。はい、かっくん。かっくん。若田さん、友人さん、お世話になりました。約束通りいただいた T シャツ大事に着させていただきます。ありがとうございます。どうも。かっくん、坊主頭の、うん、トレランプで、
ね、ミクさんよりちょっと早かったよ。そう、うん、二次会もね、一緒に飲んでね。そう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 。でも、かっくんが、うん、あの、あれですよ。本当にすごいのは、うん、仮装ですよ。あ、そうなの？そうです。仮装。半端ない仮装っぷりですから、ちょっと今度どっかで、はいはいはい、その模様を。東京マラソン出るって？あ、じゃあ東京マラソン、あれ出んのかな？あ、でも 3時間切るって言ってた。あ、それ、あれで3時間切れないから、多分あれで走れない。ちょっとまたぜひ、あの、はい、あの例の仮装の写真を送ってくれるとし。ケンケン。M 夫妻、夫婦喧嘩やめてください。どの夫婦だろう。つか、夫婦いっぱいでしたね。うん、でもそれに対して全部愛は深まりましたかしか聞いて。どんな関係ですかって言ったら、医療関係って言う。あれ、うまかった。いいですね、そう、ほんとね、二人で走る、ペアいいですよね。とか、いましたね。だから、ペアの部とか作ってもいいかもしれないですね。うん、マイケル親子も出てたしね。でも、マイケルさんが 16キロ、娘さんが8キロ。そうですね。あ、そうそう、ね。一緒じゃん。カトリーカテゴリーが別で。そうなんですよ。娘さんもすごいですよね。うん、ロケで親子の部で上位に入ったりとかして。うんうん、で、小学校1年生の女の子も、うん、まあ、出てるって。8キロね。お母さんと一緒に走ってましたけどね。有望ですね。有望だね。ね、もう将来のトレラン界を背負う女子が3人出てきたからね。広島大学と1年生と。もう、N田さんもうかうか捨てられないじゃないですか。そこで N田ですか。はい。あの、初心者の方ね、どんどん。走ってみていいんじゃないですか。走りやすいタイプですよ。うん、はい、長野でね、まず長和で出て、うん、その後ステップアップして美しが原、うん、だいぶ長っ、あ、突っ込んどけなきゃいけません。美しいね。はい、それから、はい、ゆうさんがフォトクリエイトちゃんって、大会中写真撮ってくれるじゃないですか、うん、まあ、オールスポーツさんとかもいて、うん、ゆうさんが、はい、実用の方でね、ちょっと撮らせていただきました。うん、急なお願いだったんですけど、うん、受けていただきました。ありがとうございます。藤森さん。はい。お会いしたことあったんですけど、どうぞ。どうぞ。山ちゃんをご覧の皆さん、こんにちは。フォトクリエイトの藤森です。今日は自分が気をつけているポイントを皆さんに教えたいと思います。普段気をつけていることは、背景に気を使ってて後ろが抜けてて奥行きが出るようなところをいつも狙っています。あとランナーの一人一人に声をかけてカメラに気づいてもらうようにします。そうするとこっち見てもらうって目線が合うのと、ランナーによってはいろんなポーズをしてくれるので、非常にいい絵になります。今日は本当に天気が良くてランナーさんも気持ちよく走ってたのでいい写真がいっぱい撮れたと思います。これからもオールスポーツの写真よろしくお願いします。以上です。いいですか。やばちゃん。なんか最後。ありがとうございました。そう、僕ってトラの学校してたんです。目立つように、はい、今度トラのとこ行ければ、うん、映りますよって、もうメッセージも込めてね。なんかの写真見たら、右端にニャンチュー、うん、左端にピカチュウがいる、なんか不思議な大会の写真がありましたけど。そうそうそう。では、勉強になりましたね。そうですね。人物の撮り方。うん、奥行き。抜けてるところで撮るのね。自分に気づいてもらう。はい。今度は近いんでね、藤森さん、遊びに来てもらいましょう。へぇー。塩尻。あ、そうなの。撮ってもらおうよ。おそらく。はい。撮ってもらおう。撮ってもらおうんですか。うん。怒られないですか。うん。走ってないですけど、奥行きないですけど。うん。奥行きない。ありがとうございます。その後、うん、僕とゆうさんが、ビールを飲んで。まだあるの。第2部ですから、第2部ですから。もうグダグダなやつしかないですけど。もう眠い。
どうぞ。どうぞ。うわ、ちょっとフライング気味になってますよ。プレミアムウォルツ、フライングゲット。これ撤収していかなきゃいけないわ。おごりおごり。うめえ。カキピーならありますけど。今日どうでした？伸び、伸びトレ。今日ね。今日スタッフ。うん、走らなかったですけど、本当にいい映像が撮れましたね。で、浅谷さんです。逆光で。なんかいろんなまた仲間ができたな。でもなんかまた前橋トレランブと仲良くなったなって感じもするんだけど、まあ、新しいね。山ちゃんのあと波及効果もおかげさまで結構、うん、徐々に伸びてるって感じになりますね。背高いおじさんもね、ちょっと山ちゃんいいじゃんって出てくれましたね。この前さんの時使います。山ちゃん T シャツ着て走ってもらったしね、うん、すみません今違うんですけど、同時にゴールしてね、はい、ありがとうございました。じゃあ置いていきますんで、そんな感じで今日は飲むぞ飲むぞ飲むぞ、おう飲んでるじゃん。だって昆布じゃないよ。いや違う違う、今日飲むぞって。もう、ね、飲んでるじゃん、飲んでるじゃない、ね、1時頃まで飲みましたよね。そうですね、その様子が、あ、今年だと高野菜があって、も高野菜も、はい、あのすごい美味しいもんでて、美味しかったね。うん。マカロニとかね。そうそうそう。マカロニじゃないでしょ。松茸でしょ。松茸とそばでしょ。そばと。見ましょうじゃあ。思い出すように見せる。奥さんとエッチしてる？なんすかそれ。いや奥さん、山ちゃん、僕は運動会無駄遣いすんじゃねえ。ひどい、もうね、ひどいよ、もうぐだ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 、いらないね、今の A ね、いらない。こんなシーンあったっけずっと思った。俺のだよ、ピシッピシッ。で、ここで、短い人が、好みさん。はい、宿のね、うん、食べていただきました、私たち、うん。の、映像も撮ってきてますか？はい、朝食の風景とね、ちょっとありますんで、お世話になりました。はい、じゃあ、ご飯にしようか。はい、お待たせ。サバの味噌煮大好きなんだ。あ、そう、もう全部やめた。逆にミクシーから。あ、美味しい。これだ、お米が美味しい。おかわりしまう。なんかお米が美味しいとおかずいらない。今おかずも食べる。今日も走りますか。長屋はいいとこですよ。ぜひ遊びに来てください。好みももっといいところだからね。こんないい景色も待ってるし、ぜひ来てください。修正で直しといてください。今ほら、でちゃんとできるしね。オッケー。よろしく。はい。もう本当なんか長野のいいとこ。そうですね、本当にね、朝がまた澄んでね、気持ちよかった。うーん、朝食美味しかったね。その、今の好みの平沢さんからメッセージが、はい、見てますよ、自分たちで見えないところを
見せていただきありがとうございます。ありがとうございました。よかった。ね、レースのね、とこって結構見えないのが多いですからね。うん、スタッフの方はね、うん。自分のとこしか見ないですからね。いや、本当お世話になりました。はい。これでちょっと、はい、今日番組なんですけど、今日ね、なんかみんなグダグダ。グダグダね。眠い。うん。僕も今日山行ってきたから、もうなんか、こんなミスしたことないよね。録画はしなかったし。まあ一回やったか、前。ちょっとね、一旦ここで番組締めます。はい。締めますが、録画が撮れてないんで、はい、あの、前半にやった映画、画像を。流しますんで。じゃ、とりあえず、ここで一旦番組締めます。はい、さようなら。仮説で出てきまーす。今日はありがとうございました。あ、これ今、あ、そうだ。そろそろ、はい。あ、ごめんなさい。はい。10月の14日。仮説での日です。朝9時から、ゼロランニングウォーキングクラブで、無料の体験会やります。本当に無料ですか？はい。場所は？新州スカイパーク陸上競技場です。知ってる知ってる、あの空港のとこだよね、飛行機飛ぶとこね。もう茶番だ。よければぜひ来てください。はーい、はい、しっかり学べますよ、うん、じゃあ、はい、録画のためにじゃあ番組一旦閉めます。さよなら、はい、見落としたところはあのアーカイブで見てくださいね。はい、はい、ではとりあえずヤマティのところやっときますか。はい、写真だけね、登頂写真だけ簡単にやりたいと思います。はい、ハゲ G の水晶岳、はい、登っていただきました。ありがとうございます。飯山さんの巻畑山です。新潟県にあるんですね。うん、からシズポンさんの妙高山、ケイシに登っていただいた石井槌さんです。しかも、はい、これで80座お、なりました。残りが20ね。それから9月にの連休の1回目の連休ね、明神岳登ってきまして、その動画を、動画ね、パパパッとね、出まーす。そうそう。おはようございます。なんか先週怪我したらしいですけど。いやー大丈夫です。すいませんでした。落ちたんですか？いえいえ、ちょっとだけで、すいません。その真相はどうなんですか？指に穴が開いて。足のこの辺がボロ雑巾みたいになってる。じゃあ今日はそんなことないようにお願いしますね。お願いしますね。すみません。どこ行くんですか？明神。明神って結構有名な山だけど、登ってる人はそんなにいないと思うんですね。僕も初めてです。楽しみにしてます。行きますか。レッツゴー。岳沢の方から登るんですね。二人はここで給水しています。ここの水は染み出てるんですね。この看板が明神の取り付けです。結構急ですね、うん、でも上から行くよりいいよね。うん、我々は宇宙人だ。宇宙人発見。なかなか楽しいですね。ロープがついてるから道は迷わないですね。紅葉してる、あの辺黄色。本当だ。私ね、この辺大好きなの。なんでですか？竹カントがいっぱいだからさ、すごい好き。竹カントが好き。標高2400ぐらいで森林玄関越えました。稜線って感じですね。この靴は黒いですけど、どんなメリットがあるんですか？それは日焼けしてもわからない。おっとっと
日焼けすん、あ、するか、する腹黒くても分かんないですね。腹黒いと足も靴もこうやって黒くなってくるんだよ。あ、そういうことか。気をつけましょうね。お腹も真っ黒。いや、黒いわ。髪の毛でも白くなってきてますよ。うん、ここはどこですか？ここはどこだろう。穂高かな。あ、違う。誤報だった。誤報でした。以上誤報でした。ありがとうございました。友人だけ誤報。明神岳五峰から2人がお届けしました。五峰過ぎたら割と登山道って感じですね。四峰です。三峰、二峰、一峰が見えます。そんなに難しくはないけど印がないので迷いやすいですね。割とワイルドな加工です。今思うよ。これ。オッケー。ああ、これ寸前じゃん。これ大丈夫？いや、それもね、ちょっとね、微妙。日本からの下りは泥水加工となります。懸垂をした後、じゃん、あれが一方、明神岳ですね。その後、前方に行って。奥方に行きます。長っ。カトリニムさんの懸垂加工に密着です。これはプロジェクトですか？うん、そう、私絶対にあのバックアップ取ります。バックアップは大事ですね。いってらっしゃい。行ってきます。怖くないですか？うん、楽しい。懸垂好き。ちょっと女の子だから待とうね。はい、いってらっしゃい。はーい。手離しちゃダメなんじゃないですか？持ってるから大丈夫。はい、ほらプロジェクトがあるとこういう風に、はい、何かあった時に手を離しても止まる。はい、いいですよ。だから絶対取りそうね。はい、2ピッチですね、懸垂加工は。25m と 15m です。ここが明神岳山頂です。はい、ハッシーどうすか？いやー、ちょっと今ガスってきたんであれですけど、まあまあ天気も持ってよかったですね。よかった天気持って、ねえ。ねえ、おま心に残る A 参考でした。よかったよね、明日パーティーになってますからね。出会えてよかったです、この出会いに。一緒だったのぐちゃんです。それでは、3人で山ちゃんやってもらいます。せーの。山ちゃーん。にゃん。にゃん。ハッシーは、一歩一歩確かめながら歩いた。ありがとうございます。森本レオみたいに喋ってます。さっき登った明神岳です。かっこいい。迷うのも含めてバリエーションで迷ってないとか、これも楽しいよね。ねえ、頂上はもうすぐです。なんだかんだと前穂高岳到着しました。景色はこんな感じです。前穂高岳初めて来ました。前穂高岳3090m。山ちゃん、山ちゃん、よかったね。初めての前穂、明神狩猟で。明神狩猟おめでとうさん。わかりました、はい、頑張って奥方まで行きましょうか。うん、テント張る。えい、おお。そうです。山ちゃんっていきます。せーの。山ちゃん。この回はどんな回なんですか？みんなニコニコ楽しい回です。男女3人ずつでいいですね。これだけじゃないです。そうですか。この回のいいところを一言。お酒が好きなこと？はい。他に一言。
ビールが好きな方。そうじゃないか。じゃあ最後また山ちゃんやってもらいますね。はい。せーの。山ちゃん。ありがとうございました。これは見れちゃう。ゴードがつきましたね。ついたね。お疲れさん。雨降らなくてよかった。よかったよかった。明神から来ると長いでしょう。長い。でも歩きごたっていいよね。いいっす。うん。感謝がやりやすくなる。富士高地に戻ってきました。そうですね、もっといるはずだったんだけど、天気悪かったんでね。本当かな、私は台風はもうどっか行ったと思ってたんですけど。今はでも、登った、標準だけ、ごぼう、ゲストの人に来てみよう。今、予選晴れてる。楽しかったですね。楽しかった。長いけど。はい、じゃあ体調はどうでしたか。はい、体調は良かったです。最高。これでは山ちゃんお願いします。はい、せーの、山ちゃん。あら、ハッシー、この隣の人は誰ですか。はい、ペンシルの、代表取締役の角田さんです。はい、ペンシルの代表の角田です。インターネットのコンサルティング会社をしていますが、もともと山が好きで、毎年今来ています。はい、今日はどっか登ったんですか。今日はですね、どこも登ろうと思ってたんですけど、雨が朝から降ってたんで登らなかったんですけど、この下原にテント張ってまして、そこで、今日はテントの中にずっといようかなと思いましたけどね。はい、そうですね、本当は登りたいんですよね。ちょっとね、高さぐらいだけでも行けたらなと思ってたんですけどね。はい、それでは最後2人で山ちゃんお願いします。いやでもね、今日フェイスブックでずっとお互い追っかけて、はいはいはい、でカポパシで会いましょうみたいなことで突然会えて、すごいですね、フェイスブック。山ちゃんお願いします。山ちゃんってやるんですね。せーの、山ちゃん。ありがとうございました。角田さんです。角田です。はい、ただいまね、前半の録画撮れなかったっていうの作業中で、まだ17人見てる。ありがとうございます。ありがとうございます。次がね、当番ネタです。もうね、ゆうさん、どこ行っちゃったけどね。私はあれです。和子さんに明日の朝ごはんもらいました。はい。ぐだぐだです。剣、陣で、どうぞ。おはようございます。ここはどこですか。ここは室通りです。乗り継いできましたね。いっぱい乗ってきたね。これからどこ行きます。キャンプ場ですね。キャンプ場、キャンプして、キャンプして明日チネー、明日どこ登るんですか。チネー砂稜線とクレオパトラニードル、そこら辺に登りに行きます。僕でも登れるんですか。全然登れます。チーム優しい。マジっすか。頑張っていきましょう。おー、室堂で教頭先生の坂さんに会いました。こんにちは、おはようございます。坂です。今日どこ行くんですか。今日は雷鳥沢でキャンプして、第2日で、明日は、立山中層にします。今日教え子を連れてきたんですか。3人くらい、50代の教え子が3人くらいいます。はい、じゃあ、お互いにいい参考になりますように。はい、行ってきます。山ちゃんお願いします。せーの、山ちゃん。ここは雷鳥沢です。紅葉もだんだん色づいてきています。やっぱ3連休の初日だからすごい人ですね。人が苦手なんで。そうなんですか。人がいっぱいいると人酔いしちゃう。そんなことありませんか。あります、ね、もうぐったりですわ。俺は大丈夫。剣が綺麗ですね。綺麗だ、いい天気やし。紅葉博士のカトリン様、今年の紅葉はどうですか。ちょっと枯れてるね、暑かったから。どうなんだろう、でも枯れてるみんな。
うん。この辺はまだわかんないけど、まあ、これからぐっと冷えれば綺麗になるんじゃないかな。しかも私、紅葉博士じゃないですね。さん、何写真撮ったんですか？シングルマン。シングルマンの草もみじ。シングルマンは木だから、こうやってね、綺麗に紅葉してね。真っ赤になるんだよ。あ、そっか、草だと枯れちゃうけど、木だから紅葉するんだ。木だから黄色にさ、なるでしょ？はい。紅葉がね、でもシングルマンは木だ。さすが、紅葉博士。まあ、紅葉博士じゃないんだけど。着きましたよ。鶴瓶さん、前に着きました。結構テントはまだ午前中ですけど、多いっすね。天気がいい3連休は早めの行動しなきゃいけないですね。はい、はい、わかりました。何反省してるんですか？なんかついてる。デブだ。ちなみにこれがチンネだそうです。今日の登山ですね。だーっとこんな感じで、クライミングシューズに履き替えました。ハッシーも履き替えました。カトリンさんも履いてますね。あ、これクライミング用のソックス。見せてください、シューズは。シューズね、はい。おお、本当の刀って書いてある。刀って書いてあるでしょ。面白いよね。トップの橋隊長、はい、意気込みをどうぞ。いやー、気持ちよさそうなんです。クライミングができそうで楽しみです。これ急ですよ。え？いや、ここ寝てる。ここ簡単だって。これ簡単って言うんですか？そう。途中隠し部は張って飛べるんで楽しみにしててください。隠し部ちゃんと取れよ。はい。ワコちゃん。はい。取れよワコちゃん。取ります。いつも急なとこ撮ってないんですよね。撮ってないね。行ってらっしゃい。行ってきます。こんな格好です。5メートルしたら来てね。はい。なんか簡単そうに登りますね。だってここ優しいもの。大丈夫よ、ここは。僕ビビってますけど。嘘ばっかり。いや、ここはイージーです。ここはイージー。右に見えますのがチンネで、左がクレオパトラニードルでございます。これ俺登らなくていいや。クレオパトラは裏さ、チンネル簡単だもん。裏から登れるし。時間の問題だ。すげえこれ。午前中。だって今日早く帰ってもしょうがないじゃん、テントに。意外と難しくない。あ、そうですか。これ隠し部でビビってるんですけど。楽しんで、紅葉楽しんでね。はい。クライミング。せーの。エンジョイクライミング。元気出ました。よかった。カトリンさん、核心部です。一番難しいところです。でも、すんなり行っちゃいます。この後登る私は大変ビビっております。
ここがチンネの頭です。すごい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 。チンネの最高点に、山ちゃんお願いします。すげー、 OK です。カトリンさんがチンネの最高点に立とうとしてます。怖くないですか？ちなみに僕はあそこタッチするだけで帰る予定です。こっち向いてくれますでしょうか？立った立った立った。山ちゃんお願いします。すごい、チンネル山ちゃん嘆き。クリオパトラニードルに登ります。頑張れー。すああ、クリオパトラニードルにマコ太郎初登頂ていうか、うちらも初登頂やけど、マコ太郎ニードルって名前にしますか？針のように鋭い男ですか？針のようにネチネチする男。ネチネチ？ネチネチじゃないか。そんな男やね。引っかかったら取ってきたよね、これ。ね、ロープを。で、ここが今登ってきた新年。ロープを引っかかってんだ。これがチンネ作業船。ずーっと。これが八ツ峰に。よし、OK、OK。お、八ツ峰。マコ太郎どっち？ごめん、マコ太郎を取らなきゃ。取ってたんだよ。はい。着いたね。でももうあとワンピッチ。もうあとワンピッチ。わんわんわん。頂上です。立ってるだけでいいや。山ちゃん。いや。山ちゃん、クレオパトラ山ちゃん、もうちょっと、もうちょっと、天使はいない、天使はいない、マジか、クレオパトラのポーズお願いします。平成のクレオパトラです。皆さんどうですか？山ちゃんお願いします。ありがとうございました。はい、お世話になりました。ね、ただいまあれですよね、あの録画してなかったんで、番組の最初にやったやつをもう一度放送中です。まだ見てた。あと一つ、エルクの店長から、セルトの使い方。はい。というのを、必要動画で、ユーさん撮ってきたんで、どうするぞ。山ちゃんをご覧の皆さん、こんにちは。山梨県甲府市にあるエルクの中込と申します。今回は、セルトについてちょっとお話をしたいと思います。登山、またはトレイルランニングでもやはりこういった緊急時の、セルトっていうのは必ず持っていってもらいたいものなんですが、ただ実際、状況によってはこういう木がなかったり、こういうふうにストックがなかったりっていう状況 も多々あると思います。でこのようなちゃんとした形でセルトを設営するっていうのは多分厳しい状況もあると思うんですが、その時に、やはりいろんなタイプのセルトがあるんですけども、例えばこういうタイプ、一番ちっちゃいこのタイプはもちろんこういうふうに設営もできるんですけど、ただ広げてもう動けなくなっちゃった時なんかにはこういった感じです。座り込んで自分の体を全部
包み込んでですね、なるべく冷たい空気が入らないようにしていただいて、その場を過ごす。これ、2人ぐらいならなんとか入れるので、顔もちょこっと出ます。顔も出ます。これで一晩しのげば、助かる命もあるかもしれません。必ず、山に行く際には、こういったフェルトないし、エマージェンシーブランケットっていうのを持ってっていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、テルトの使い方、ご覧いただきました。はい。ゆうさん、はい。店長ね、よく実用動画出ていただいてるんですけど、この度、ご結婚されたそうで。はい。今日、ありがとうございました。ありがとうございます。これ、同い年なんですよ。そう今度、実用動画で結婚の仕方っていうのよ。2分ね。2分、2分で。面白い。見てるかなね。もう眠いよ。眠いよね。もう眠い。最後に一言いいですかね。はい。いいですね。次またやります。次またやります。はい、3週間、10月22の予定です。はい。ね。はい。山、まあ、気をつけてくださいね。うん。はい。これから声大きいですけど。はい。はい。それでは、さようなら。本当にさようなら。ありがとうございました。